はい、今右折してますがね、ここはここでまだここはここで自転車がね飛び出してきたのかね。ちょっと見てみましょうかね。ちょっと現場行ってみましょうね。ちょっと危なかったんでね、もう10日ぐらい前なんだけどね、自転車がダーッと飛び出しましたね。どういうことかね。これあの広いね歩道があるんやけど、おそらく自転車ここ走ったんやろね。ちょっとびっくりしたんでね、ちょっと気になってたんだけど、10日ぐらい前やったと思いますけどね。165号線をね東行きに走ってまして、ここの交差点をね右折したんですよ。そうするとね、自転車が飛び出してきまして、びっくりしたんですけどね。まああわやということもなかったんだけども、どういうことかね。ここでございます。ここはね、場所は。ああ、なるほどね。この辺もちょっとね草刈られたんだけどね、この草だいぶあったんだけど、この辺もね。なるほど、分かりました。意味がこれ行かれへんのやわ。歩道行きゃええと思ったんやけど、ほどほど出てきたんやな。ここから出てきたんですよ、ひょっとね。危ないんですよ、もうこれね。これはなんとかならんのかね、これ。これ歩道はないんかね、この下、横の歩道は。あ、歩道はないんだわ、これ。あ、ないんですね。これ危ないわ。非常にびっくりしたんでね。この、ね、築山の交差点の、こう。わかりました、意味が。歩道がないから出てきたんやわ。ここはどうなってんだ、ここ。この一回はね、ちょっとわからんのよね。このね、この交差点。はい、実態わかりましたわ、意味がね。これやっぱ危ないな、これ。ちょっと歩こう。危ないな。ちょっとの前やけどね。そんないっぱいいっぱいやな、これ。そんな来るかね。どこか。怖いな、これ。これはやっぱ危ないわ、これ。めっちゃ危ないよ、これ。歩かれへんぞ。これ、ほんまか。これはあかんわ。たまたまどっかの事故があったんでね、気になってたんだけど、これはね、分かりましたわ。歩道がここで切れてますわ、ここで。で、この草がいっぱい生えてたんやけどね。で、全部ね、それは全部伐採されてるんやけど、問題はここですよ、ここ。ここからがね、ダメですよ、これは。これは県の道路かな。はい、県事務所に電話してみましょうかね。はい、県の事務所に電話しよう。もともとこれ何号線だったっけ、132号線やったかな。書いてないね。132号線と思うんだけどね。ああ、そこに立ってるわ。132号線ですよ、県道のね。大和高田市内ですけどね、これ。まあ、築山の交差点言うと分かるやろ、165号線のな、土木事務所。あ、これほら、かわいい山の高田線になってますわ。こんなの普段見ないからね。神楽一丁目、ここ神楽一丁目、これ。ここね、奈良県ですよ、奈良県。